本校では、名鉄の沿線にある、珍しい建造物や遺構について述べていく。高浜公駅のホーム側から見える駅舎の通路屋根には、フランス瓦が使用されていた。色は、赤褐色であるが、青緑色のものも混じっていた。本屋の普通の瓦が普通の縦吹きであるのに対して、フランス瓦は、千鳥吹きであった。この駅舎も2016年に建て替えられたためこの、 フランス瓦を見ることはできない。フランス瓦はフランスから日本に導入されたが、平らな形状から F 型と呼ばれ、フランスではなく、フラットの意味で用いられるようになった。フランス瓦の日本への導入は2箇所で独立に行われた。一つは、明治時代にフランス人のアルフレッド・ジェラールが横浜でフランス瓦の工場を経営した。もう一つは、大正時代に、三州で、 フランス人技術者を招いて、日本用瓦という会社を設立してフランス瓦の生産を行った。当初は製品が売れなかったが、営業努力により、フランス瓦の人気も高まった。日本用瓦という会社はすでに存在しないが、このような歴史から三州での用瓦の生産量は全国でも飛び抜けている。高浜公駅と瓦美術館を結ぶ鬼道には、 フランス瓦原の溶壁がある。毎日新聞名鉄三河線高浜公駅、新駅舎、瓦原屋根残る産地の象徴、存続の要望叶う、愛知三州瓦原の分類日本用、瓦原子という日本用瓦原の遺志を受け継ぐ会社が、ある電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第864号2012年7月147ページ三河線。 高浜公益のフランス瓦。ありがとうございます。